はい、皆さんこんにちは、タートルです。お腹の脂肪が少ない人がお腹のお肉つまんでる映像見たことないですか？そうなんです。お腹の脂肪が少ない人ほどお腹の肉がつまみやすくて柔らかいんです。これ実はお腹の筋膜に脂肪が張り付いてお腹に肉がある人はつまみにくかったり硬かったりするんです。まずその状態を筋膜剥がしを行って、その後に腹筋メニューをするとより効果的にお腹痩せができます。今日も一歩前進しましょう。まずは楽に座った状態で腹筋の上部からつまんで引っ張っていきましょう。筋膜が剥がれてない人はちょっと痛いかもしれませんが、しっかり剥がすことで脂肪が減りやすくなります。腹筋の上部をつまんで引っ張りながら剥がす感じです。OK です。次はチューブです。つまんでグリグリと剥がします。これがだんだん剥がれてくるとつまみやすくなってきます。脂肪がねしっかりついてる人はつまみにくいかもしれませんが、頑張ってねガブッと掴んでもらって剥がして引っ張って揺らしてください。OK です。次は下腹部です。下腹部はねつまみやすいと思うんで、ちょっと強めに引っ張ってください。強めにつまんで上下に揺らしたり横に揺らしたり、もしかすると赤くなったりするかもしれませんが、そこはご了承ください。つまんでとにかくこの肉取れろって感じでね動かしていきましょう。 OK。 今度はね横、横はつまみにくいと思いますが、真横をねちょっと横はね痛いよっていう人多いと思います。これはねウエストにしっかりお肉がね埋まり込んでる証拠です。腰肉が気になるよーって方もね、ちょっと腰の方もねつまんで引っ張ってください。ちょっと痛えなこれ、やっぱ腰肉いい、脇腹は痛いですね。 OK。 今度反対、しっかりねつまみにくいと思いますがつまみやすくなってくると剥がれてる証拠です。剥がれると脂肪が取れやすくなります。しっかりね、意外と痩せてる最中ってお肉がつまみやすくなるんで、あら太ったのかなって思う人多いと思うんですが、実は肉がつまみやすいってことは燃えてきてる証拠ですからね。よし、 OK。 今度はねもう全体を揉む感じで、揉み引っ張り、揉みながら引っ張る。もう全体を揉みながら引っ張る。爪立てると痛いかもしれないんでね、こうぐにゃぐにゃって粘土を練るようなイメージで柔らかくなれよって感じでね揉んでいきましょう。次はストレッチを行います。 OK。 じゃあ今度はうつ伏せです。うつ伏せから脇の下に手をついて上体反らす。これでキープ。ちょっと余裕がある人は後ろを向いたりしましょう。お腹の腹筋をしっかり伸ばして次に腹筋を行います。
少しですよ。はい、OK。じゃあ腹筋いきましょう。上向いて寝ます。足を少し前に出して起き上がる。これでキープです。お腹にグーッと力入れたまま、腹筋がある方がお腹に熱を持つので脂肪がつきにくくなります。お腹が冷える人は脂肪がつきやすいんで、しっかり腹筋もね行いましょう。だんだん倒れると思うんで、だんだん起きるイメージ。OK。ラスト。足を伸ばして、起きて。これでキープ。できるだけ足伸ばして。余裕がある人はね、たまに手をバンザイして。オッケー。ラスト。肘ついて、プランク。これ最後30秒。頑張って。お腹全体に力が入ります。お腹を出したいかもしれませんが、お腹をしっかり持ち上げてください。最後にお腹全体を使う。あと少しです。おお、効いてきた。待って、最後余裕ある人動いて。 OK。 お疲れ様でした。この筋膜を剥がして腹筋を使う、この一連の動作がすごくお腹痩せにおすすめです。何度も見ながらやってください。頑張ってやってよって方はグッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。